ゆりりとけいみの心のビタミンカフェアロハトーク。皆さんこんばんは。ちょっと寂しい感じで今ここにいらっしゃらないんですけど、私今日一人ではなくて、ちょっと後で楽しみにしててくださいね。はい、今日はですね、ですね本音に気づこう、自分の本音に気づこうっていうタイトルで、今日ゆりゆりとけいみの、番組をお送りすると思っていたんですけど、ゆりさんは前回もお話しした通りちょっとお休みなんですね。ゆりさんにお会いしたいなと思ってた方、ちょっと残念なんですけど、来月からはちょっとまたお会いできますので楽しみにしていてくださいね。はい。で、まず私たちはまだね、コロナ感染でまだね、ちょっとだいぶ下がってきたり、これからゴールデンウィークでちょっとドキドキはあるんですけど、消毒はこの放送の中でも皆さん入り口で、私たちそしてスタッフの皆さんにきれいに拭いていただいて、マイクも全部きれいにしてもらって、私たちは放送ができているので、安心していつも感謝申し上げております。ありがとうございます。はい。そしてこのね、感染対策これでバッチリです。はい。で、なんといってもよいしょ、今まだ思うようにね、この番組応援の会ができてないけれども、だんだんね、感染が多くならなくなったら、この応援の会が充実できることをちょっと私も願っております。そしてそうですね、入会して皆さん番組をね、見に来ていただけたらと思います。はい。そしてもうツイッターは出ていると思うんですけど、はい、私もツイッターであげましたけど、番組のご質問はこちらまでということで、前回もね、貴重なご意見をいただいて、とても嬉しく思ってますので、またぜひぜひよろしくお願いします。さて、自分の本音に気づこうということで、今日は番組をお届けするんですけれども、まずはですね、ちょっとスタッフの人、これじゃない、スタッフの人にも見ていただきたいんですけど、ダン、あれ映る、映ってます。はい。本音なんですけど、これグーグー寝てて、朝ね、皆さん起こしてもらう人、それとも自分で頑張って起きれる人朝苦手な人、そうでもない、ちょっとありがとうございます。もう無理やり振ってる。起こされる人は、本音はもうちょっと寝てたいのになって思う人いると思うんですよね。でも起こす人って結構大変で、最初は早く起きてくれないかなと思って、優しく、ねえねえ、時間よとか、目覚ましがね、今あるから皆さんいいんですけど、そろそろね、起きなくちゃ遅れちゃうよとか、例えば学校の場合はね、ありますよね。でもだんだんイライラしてくると、早く起きなさいよみたいな口調がもう厳しくなって、しまいには布団を引っ張らされて無理やり起こされるみたいなのがあるから、意外にみんな本音と、優しくね、接しててもだんだん本音が出てきちゃって、爆発する場合もあるだろうし、あとは最初はこう優しく言ってるつもりが、この言えなくて、心の中ではもうふつふつね、溜まってお腹の中に溜めてるのに、もうそれがね、ちょっとずっとこうスタンプみたいになって、最後に爆発して、もう例えば、なんていうのかな、ちゃぶ台って言わないか、みんな知らない。もう私ね、重いんですよ。そういう、若い人が知らないような言葉。こうひっくり返す的なね、感じで、もう知らないとか言っていなくなっちゃったりとか、いろんな皆さん状況があると思うんですけど、そういった本音、自分の気持ちをなかなかうまく表現できないっていうところに、今日は、ゲストをお呼びして進めていこうと思っているので、楽しみにしていてくださいね。はい。
で今日はね本当は、まあ、いつも音楽をね お届けしたりとかもしているんですけれども、今日はちょっとまたいつものうちのアッキーくんがやってくれている動画を、ちょっと、はい、時間早いんですけど大丈夫かしら OK ですか、ありがとうございます。でちょっと早めですけれども、今日早めにゲストさんに出ていただきたいなと思うので、ぜひぜひちょっと動画の方を、お送りしたいと思います。皆さんがすごいよく知ってる曲なので楽しんで聴いていただけたらと思います。どうぞ。しました。こんにちは、はい、ですね、初めてではなくて実は12月に、はい、出ていただいてるんですね、ご出演いただいてるんです。はい、でクリスマスの時期だったので、その時にねクリスマスに向けてカリグラフィーという皆さんねこうお見せしていたんですけど、今日もねちょっとその演出を、ね、していただきたいと思うんですが、はい、今日はねそのカリグラフィー、まあ、もうお届けするんですけど、先ほどの自分の本音に気づこうっていうタイトルで今日はお送りしていきたいので、ひろえまりさんの魅力にまた深く迫っていきたいと思いますので、どうぞ皆さん楽しみにしててくださいね。よろしくお願いします。はい、ではですね、はい、ちょっと質問もあるんですけど、まあ、自己紹介というか、私がねちょっと今から出すんですけど、じゃん、ありがとうございます、はい、見えるかな、このぐらいですかね、はい、まあ、マリさんはですね、ちょっとマリさんって呼ばせていただいちゃうんですけど、はい、まあまあ、この長年カリグラフィーのお仕事はされてたと思うんですが、うんうん、ね、はい、はい、30年ぐらいですかね。そうですね、30年ぐらい講師としてはやってますね。うん、で、まあ、この今回本自分の本音に気づこうっていう、まあ、タイトルを選ばれて、で今関わっているっていうんですかね、はい、お届けしているお仕事としてはどういう感じですか。うんうん、そうですね、はい、カリグラフィーをねずっとこう教えしてきて、文字を書くことなんですけれどね、アルファベットを書くんですけれども、はい、うん、その時間がねすごくこうなんだろう、精神的に落ち着くというか、とてもそのメンタルを整えるというか、それにねすごく効果があるので、まあ、その関係で私は心理学も勉強してきていたんですけれども、うん、はい、その中で心理学を勉強して、でカウンセラーとしてやっていく中で、その効果をねもう一段アップさせるために自分の感情を書き出すということに着目してやっていたらば、すごくその効果が高かったので、今はそのカリグラフィーと合わせてそのライティングワークコーチということで、うんうんうん、自分の感情を書き出すという講座を主催しています。
やっぱり書くっていうことで自分の気持ちをこう書き出す自分の気持ちを書くかっていうこととまたちょっとリンクしていくと思うんですよね。そうですね。はい。はい。私もねこうちょっとぜひカリグラフィーへの魅力もすごい感じているので今までちょっと忙しかった部分もあって、ね、忙しかったですもんね。お願いしたいなって思っているところで、ぜひね皆さんにもねちょっとどんどんマリさんの魅力をね今日は迫っていきたいと思うんですけれどありがとうございますね。パチ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 で次にまだね他にもいろいろあるんですよ。前回もちょっとお届けしたんですけど、マリさんはフラも踊られる、ね、はい、前回出演していただいた名前が出てあこちゃん、踊フラの先生、はい、茂田明子さん前回出ていただいたんですけど、その方とも知り合いであってですね、はい、で彼女はまあフラの先生で、でもマリさんもフラを長年、教える経験もされていて、ね、ですよね、はいはい、の経験もあり、で、今はちょっと踊る方が中心。そうですね、フラは楽しく踊っています、趣味としての領域を今、はい、されてて、はい、でケミさんともハワイつながりですもんね。もともとは、はい、もともとはそうなんですよ、はい、私もご主人がウクレレを弾くの で生徒さんで、私が、同じ生徒でっていうことで奥様でご知り合いましたね。そうですね、はい、で、はい、そしてその中でハワイもねよくカードを引いて、今日の運勢じゃないですけど、なんていうんですかそういうのオラクルカードってね、そうそうそう、オラクルカードっていうのがあるんですけど、聞きになったことあるかな、はい、でその中でハワイにちょっと私が喋るよりも、まさに喋ってもらったいいかな、だから今喋りながらんって思いながら、はい、お願いします、はい、私が使っているカードはマナカードというハワイのカードなんですけれども、オラクルカードと言ったら分かりやすいかな、よくね皆さんこうカードを引くとその時の自分に必要なメッセージが書いてあったりとか、そういうものがねよく最近見るんじゃないかなと思うんですけど、そのマナカードにもハワイのなんかこう神様とか、はい、ハワイのねいろんなモチーフが書いてあって、そこからメッセージを読み取るっていうようなものなんですね。神様がの、絵にあるわけではなくて、いろんな神様もありますし、はい、いろんなカードの種類、ね、中に絵があるんですね。そうですね、はい、いろんなものがあります。ハワイの虹であったり、花だったり、はい、あとは霊だったり、そういう風だったりとか意味がある。そうですね、はい、で今日のカード出ますでしょうか、はい、じゃじゃんで弾いてもらった、はい、はい、私もね毎日弾いてインスタグラムの方に今日のマナカードっていうことでカードをアップしているんですけれども、今日のカードはこの、実はですねこれマウイっていう、マウイ君、半分神様半分人間みたいな若い男の子、マウイって島の名前なんですよね。そうですね、島の名前にもなってますけれどもね、はい、マウイくんなんですね。マウイくん、なんか可愛いというか、なんかちょっと可愛らしい感じの、そうですね、なんかこう空とスタイル空雲をうーんとねこう持ち上げてる感じなんですけれども、いろんな神話があって、それに基づいた絵になっているんですけれども、すごく彼はやんちゃくんで、ちょっといたずらっ子というか、そういったことを、そんな絵ですよね。そうなんですよね、はい、でこうすごくねなんかこういたずらをして、はい、時々やりすぎちゃったりするんだけれども、なんかこうめげないというか、なんか楽しくやってるっていうことなので、今日の私がカードから受けたメッセージとしては、遊び心を忘れずにっていう風なメッセージを受け取ったので、今日のこの放送もね、遊び心を忘れずに楽しく、遊び心大事ですよね、はい、やらせていただきたいなと思っています。ここ押すとこじゃあ遊び心だから ね押してみました。何でもありです。ね、よかったら、はい、そのインスタグラムの方もね、ご覧になってみてください。これがね、はい、マリさんがやってらっしゃるインスタグラムの、はい、別のアカウント。そうですね、サブアカウントなんですけれども、はい、アットマークアロハポノマリエっていうふうに、一続きでちょっと長いんですけれども、はい、そのアカウント名で毎日アップしていますので、はい、よかったら
フォローしてください。はい、こちらも楽しみにしてくださいね。はい、ありがとうございます。さてさて、じゃあ、はい、だんだん本題に入っていきたいなと思っているんですけど、はい、今、マナカードとかそういうちょっとやっぱり自分をかきたてるというのかな、うん、元気、今日はちょっとプラスにね、全部メッセージは受け取っていただきたいですよね。うん、そうですね。いろんなメッセージはあると思うんですけど、うん、まあ、ちょっと気を引き締めるっていうような時も、もちろんカードが出る場合もあるかもしれないけれど、はい、マリさん、どうしてこの、カリグラフィーの講師も先生もされてて、うんうん、なんかね、はい、いろんなご経験されてるんですけど、今回このマインドフルネスのカリグラフィーっていうタイトルの、はい、として、いろんなワークをされてるんですよ ね、 すね、はいはい、その、ね、ライティングワークの講座を、始めようと思ったきっかけはさっきもちょっとお話ししたんですけれども、カリグラフィーを教えている中で、すごくそのメンタル効果に気がついて、うん、で心理学の勉強してカウンセラーをやっている中で、やっぱりなんかね、皆さんちょっと同じようなところでつまずいてしまったり、なんだろうな、その根本的な、なんだろう、改善とかそこに、うん、向かうのにもう一歩なんか必要かなっていうふうに私はずっと思っていて、はい、で自分自身もその感情を書き出すっていうことが私は意外と苦手だったんですね、うんうんうん、自分自身が日記とかもなんかこう自分の考えてることとかを書くのはちょっと恥ずかしいみたいな、ことだったので、はい、そこをちょっとなんか私自身も克服したかったですし、それをね、こう皆さんにお伝えできたらやっぱりちょっとなんか皆さんの、なんだろうな、そのステップアップにもなるんじゃないかなと思って、勉強をして、はい、でそれを講座に取り入れていったところ、かなりやっぱりこう皆さんの成長というか、すごくね、こうなんだ、皆さんが生き生きとすごく行動力とかもアップされたので、それをちょっと体系化して今講座にしてお伝えしています。はい、いいですね。じゃあちょっと、あれ、スケッチ、はい、私が持ってんじゃん、あれ違う、これじゃない、さっきの、はい、平成をお会いいたしました私がいっぱいいっぱい、よいしょ、はい、その次に、その次ですね、じゃじゃん、はい、じゃじゃん、はい、その講座を受けていただいた方で、いろんな効果があるんですけれどもね、いくつかちょっとピックアップしてみました。はい、まず、すごくね、メンタルが強くなってストレス耐性がアップする方っていうの結構いらっしゃるんですよね。いいですね。うん、これは例えばどういう、例えば、簡単な例で言うと、職場にちょっとこう苦手な上司の方とかね、いるとかっていうパターンあるじゃないですか、なんかちょっと厳しめな、そうですね、大体は厳しい人 ね、言い方がきついとかね、もうちょっと優しい言い方ないの、ね、とか、ないですか皆さんね、そういうのってねありますよね、なんか他の人はあんまり気にしてないみたいなんだけど、なんか自分にはちょっとこう苦手って思っちゃうみたいな ね、 方とか、そういう方との関係とかも、その自分がその時にどういう感情をこう持ってるのかとか、はい、そういうことをこう深くこう見ていくと、で書き出していくと、はい、意外とその本音というか、その自分の気持ちの奥にあったことに気がついて、でそれがきっかけで人間関係が良くなっていたり、そうですね、なんか、私もコミュニケーション心理学っていうの で、 そうですよ、ね、やってるんですけど、やっぱこう幼少期というかね、子供の時にどうしてもこうちょっと育てられた感じでこう強く言われちゃうと、それが、ね、苦手だなっていうところで、本当にいろんな方法があるんですけど、マリさんのその書き出していろいろワークをしてっていうことの、まずこれが一つ、はい、1個目でした、プラスになる。で次いきますよ、はい、2個目、はい、2個目、じゃん、じゃん、2個目は、ネガティブスパイラルからすぐに抜け出せるっていう風なものですね。抜け出したいね、抜け出したいネガティブスパイラル、抜け出したい、ね、これ例えばね、奥さんなんか主婦の方とか、家事で疲れてるのに家事をやらなきゃいけない、で例えば子育てされてる方もいらしたりすると、家のこととか全部自分でやらなきゃいけなくて、ご主人が全然こう
手伝ってくれないとか、うん、気がついてくれない、なんで私ばっかりみたいな感じで、うん、で周りにもイライラするし、はい、こう何かやらなきゃいけないで、どん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 なんかもうこうドツボにはまっていくというかね、うん、自分がで、あのなんだろうな、こうとても仲良くしたいご主人、はい、それからお子さんなんかに対しても辛くこう当たってしまったり、うんね、いつもね本当は子育て明るくやりたいのに、うんね、やっぱり自分ばっかり掃除したり洗濯したり、うん、ご飯も作ったりいろんなことしてて、で、ね、時には子供も、ね、しつけをしなきゃいけないとか、うん、それなのに、まあ、旦那さんが疲れて、ねまあ、毎回帰ってきてお酒飲んで寝ちゃったりとかしてたらね、さすがにだんだんフラストレーション溜まっちゃいますね。溜まりますよね、うん、そういう方って結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、思います、うん、あのこういう場合もね、自分はねどうしたかったのどうして欲しかったのかなっていうことを見ていくと、うんうんうん、ちょっとその実例をちょっとお話ししてしまうと、はい、あのやっぱりねそういう時って自分のことを言わなくても分かってよってやっぱり思ってるんですよね。私が疲れてるのを見て分かってよ、言わなくても分かってよ、態度でしみそうよみたいな感じですかだけどね、でもよくいますよね、うん、言ってくれれば分かるのに、なんか扉ピシャーみたいな、うんうん、あのえそこみたいな、私なんか悪いことしたみたいなね、うんうんうん、そういうのってあるじゃないですか。やっぱり日本ってあの、まあ、おもてなし文化っていう風にね言われているだけあって、はいはい、やっぱり気配りができるとか、言わなくても分かることが美徳みたいなね、それがすごいみたいな ね、はい、そういうことを思うことって多いと思うんですけども、はいはい、でもやっぱりね、言わないと分かんないっていうこといっぱいあるわけですよ ね、 ね、本当はね、うん、どっかで発散できればいいけど、うん、なかなかその思うように発散できないとね、うん、あのそのネガティブスパイラルというか、変なちょっとこれ例にだ正解かわからないですけど、うんうん、例えば嫌なことがあって、まあ、ガーって食べちゃうとかね、うんうん、あと、うんまあ、飲んじゃうとかね、うんうんうんまあ、そういうのも結構それもでもネガティブスパイラルですよ ね、 よね、入っちゃってますよね、もういいやもう食べちゃえみたいなね、うんうん、お酒もうあとビール3本ぐらい飲んじゃえみたいな感じと同じ、うんうん、ビール3本それ私か違うすぐ酒の話いいですねいいですね、うん、だからまあそんな感じでやっぱり、うんうん、あのスパイラルにね、うん、入っちゃうのは自分のまあ好きなことでね、うんうん、本当はまあもっといい感じに、そうそう、だからね、ポジティブスパイラルに入れればいいってことですかね、うん、でそのコツとしては本当になんか思ったこと、私疲れてるからとかってちょっともう軽くね言っちゃえばいいと思うんですよね、疲れてるからちょっと今できない、うん、っていうのもね、最初はなんかちょっと強がりさんだと言えなかったりするんですけど、それをね軽く言ってしまうことで、あ、じゃあ疲れてるんだったらこれやんなくてもいいよとかね、うん、もしかしたらそういう言葉、分かんない人いますよね、すっごいほら仕事がめちゃめちゃできるとか、うんうん、あのね、まああんまり、うんうん、完璧主義って言ったら表現がね、うんうん、あれかもしれないけど、でももう完璧にやる、俺は仕事ができる、私はすごい何でもこなせるのよみたいな人が、うんうん、なんか今弱音を吐けなくなっちゃうっていうのかな、そう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 、すごいめっちゃタイトに仕事してるんだけど、うん、本当はなんかバタン9なんだけど、うん、なんか言えないで頑張っちゃうみたいなね、私もね、うん、めちゃくちゃ弱音が吐けないタイプだったので、あ、全然あのそんな能力高いとかではないですけど、あのいやいやいや本当にね、なんか言えない、人に頼れないとか、うそういうところめちゃくちゃ多かったんですよ、うん、うん、でもね、なんかあれなんかちょっと行ってみてもいいのかなとかね、うんうんうん、思うと、意外とその要求通っちゃったりして、え、最初から言えばよかったみたいな感じとかね、マリさん先生もそういうちょっと体験があって、うんまあ、こういうあのお仕事の方で皆さんにこうなんていうかな、自分の体経験からも、うん、ワークをしてっていうことですね、はあ、本当に結局そうやって分かってくれないっていう風に思ってると、うん、大好きなはずの人のことを悪者にしてるじゃないですか。あ、確かにそういう場合もね、ね、身近な人、うん、よく、まあ、ちょっと別の学びになっちゃうかもしれないけど、怒りって割と近い人に当たりやすくて、うん、あの身近なところに降りやすいんでしょ、うんうんうん、あの頭にきたっていうのがその本人に当たれないから、うん、意外と
すごい近いとばっちり、とばっち、まあそう近い人にね、うんうん、言っちゃうみたいなのがあって、うんうんうん、え、それってとばっちりみたいな、うんうん、っていう場合があるから、うんうん、まあ、そういう自分にも気づけますよね。そうですね、うん、そういうなんかもったいないことはできるだけやめていきましょう、これからは。楽しく ね生きやすくするためにも ね、うん、本当に。でもそれを言ったら戦争も同じですよね。みんな迷惑ですよね。そうですね。ちょっとあのさっきの番組の人見てたらつながるみたいになっちゃうけど。でも本当で、ねね、怒りっていろんなところにあるから、うん、プーチンさんもちとかぶつけてんじゃないかしら。なんか今ふっと思っちゃった、うん、でもそうやってね、はい、こう個人のところの、うん、なんていうかな、自分の中の感情がすごい大きくなっちゃう場合も、うん、そうなんですよね、変な話ありますから、うん、ぜひね、自分で大きくしちゃうっていうね、うん、プーチンさんも書き出した方がいい。話が大きくなってきましたね。でもそうかもしれないよね、もともとね、まあ、これ話しちゃうともう明日の朝ぐらいまで喋っちゃう。、はい、では次、はい、いきますよ、はいはい、じゃん、はい、3つ目、はい、自分の感情に振り回されなくなるというのを挙げました。大事、うん、大事、なかなかできないけど大事、うん、これ例えばさっきもあの怒りっていうお話ケミさんされてましたけれども、はい、まあ、怒りについて言うと、うん、あの意外とね、その怒っちゃいけないとか、こうネガティブなことを考えちゃいけない、言っちゃいけないみたいな、なんだろう、ちょっとこうポジティブでいないといけないとか、はい、そういうこと、あのネガティブなことを口にすると言霊がなんかあるから、なんか悪いことが起こるみたいな感じで ね暴言を吐くと良くないとか、うんうん、そうそう、でも私よく娘に注意されますけどね、なんてそういう言葉を言うとねとか言って、ポジティブじゃない発言、うんうんうん、それって私不満述べられないってことみたいな。逆にそれ言えなくなっちゃうみたいな。いや、もちろんね、いつもいつも文句たらたら言いなさいっていうことでは全然ないんですけれども、あの人間である以上ね、やっぱり怒りとかちょっとイラッとか、うん、もやっとしたりとか、えみたいな感情って絶対あると思うんですよ ね、うん、ありますよね、うん、でね、いつもニコニコしてられないよね。そうそうそう、で、その感情をね持っちゃいけないと思うのが一番、うん、なんだろうな、もったいないなというか、うん、そういうふうにね、怒りの感情とかそういうものをね、私全然怒ってないし、そんなこと気にしてないし、私だってそういうことやるからっていうかね、うんうん、そんなふうにして、はい、その感情をこうないことにしてしまうと、うん、楽しいこととか嬉しいこととかに関しても、はい、自分が感情に対するセンサーみたいなものが鈍くなっちゃうんですよ。おー、うん、そうすると感じないようにしてるから、そう感じないように、怒りの感情を感じないようにしちゃっているから、はいはい、怒りだけじゃなくって、うん、他の感情、なんか自分がもっと感じたいような嬉しいとか楽しいとか、そういう感情もその感度が鈍くなってくる。あ、そうか、気持ちを抑えることが優位になっちゃうから、うんうんうん、だんだん気持ちいいねのアンテナがこう下がっちゃうんですかね、うんうん、そんな感じ、そんな感じ、うんうんうん、でね、まあそれでうまくいってればいいんですけれども、そういう感情って自分の体の中とかにね、こう溜まっていくんですよ、その、はい、なかったことにしちゃった感情って、はい、なかったことにしてどっか飛んでってくれればいいんですけど、意外とそれ が、ね、そう、その怒りとかそういうなかったことにしちゃったことって、はい、自分の体の中とか、まあ、心の中とか、いろんなとこに溜まってくるの で、ね、で溜まったものってやっぱり出さなきゃいけないから、はい、なんだろう、急にそれが出てきてわーっと怒っちゃったりとか、よく本当ほら、うん、溜め込んで、さっきちょっと冒頭で私が、うんうん、まあ、起きることのテーマで言ったんですけど、やっぱ溜め込んでしまうとどこかで、うん、爆発しちゃうというか、うんうん、大きく爆発しちゃうから、そうなんですよね、うん、小出しにしておかないと、うん、さっきのねアンテナじゃないですけど、うんうん、すごい大事になることですよ ね、うん、ね、うん、でほら、うん、病気になるってね、さっきおっしゃったけど、胃が痛いとか、お腹が痛くなっちゃって、うん、トイレに行きたくなっちゃうとか、うんうん、変な話、そういうのもありませんか。ありますよ ね、うん、だからこれが感情っていう部分が、うん、やっぱりこう中に入り込んじゃうから、なんか頭痛
腰痛とかもありますよ。あ、そうそうそう、うん、今ね腰痛とかね肩こりって意外にあの気持ちとの連動があるって言われてるでしょ、うん、あの、うん、重いもの持ってとかもちろんそれもあるかもしれないけどそれがきっかけでぎっくり腰とかはありますけど、あ、そうそうそう、だから弱ってるんだよね、うんうん、姿勢も悪くなってるから腰を痛めやすくなってるとかな、前かがみになってたりとかね、うん、そうそうそう、胸を張って歩めれば一番いいけど、うん、やっぱりこうちょっとまあ気になることとか心配事とかあると、うん、やっぱりどうしてもこうやってなんか前かがみに、ね、そうですね、なりやすいから、なりますもんね、うん、だからそうやってその自分の感情で自分の体調とか、はい、そういう調子とかね、そのメンタルの状態とかが振り回されちゃったら本当もったいないと思うので、ね、本当そうですね、うん、皆さんもねちょっとそういう気持ちになる場合があって、うん、ちょっと我慢してるなと思ったらそのアンテナをね、うんうん、少しでもこう出せるように、うん、そこでも書くっていうことがね、とっても有効、そこでワークですね、うん、はい、有効になってくるので大事大事、ピンポンだね、はい、あれピンポンピンポン、これかかわいい、楽しいねなんか私もやりたいです、ちょっとここの置きますか、大丈夫です、大丈夫です、今日はねこのアクリル板があるから、アクリル板ここで遊んでどうす、すごい大事な話してるここで私があのひっくり返してる感じが、でも遊び心だからね、そうです、今日のテーマは遊び心ですから OK、 はい、ありがとうございます、うん、じゃあここね、はい、このまあ大きく本当はもっとマリさん的にはいっぱいメリットのあるそのライティングワークですか、うん、そうですね、あると思うんですけど、はい、今日はちょっとお時間の関係で、うん、この大きく3つを挙げさせていただいてます、はいはい、そのライティングワークをやりながら、うん、だんだんとそのね自分の本音に気がついてもっと生きやすく、うん、楽しく自分のね気持ちに気づきましょうっていうことのワークをされてるってことですね、はいはい、そしてですね、はい、今度はお渡しいただいておきましょう、はいはいはい、でそうですね、で次にですね、あのマリさんは先ほどカリグラフィーをされてるんですけど、はい、カリグラフィーにここそしてその技術っていうのかな、うん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 、やっぱりもう長年の技術で、私も初めて前回の12月の放送の時に書いていただきましたよね、もう書かせていただきまして、はい、もう非常にあの緊張の状況だったんですが、今回はねあのちょっとカリグラフィーのどんなものかって前の放送を見られてない方がいらっしゃると思うので、あの事前に、うん、写真をじゃあ写真をお願いしてもいいですか、はい、はい、これ私があの自分の名前を書いたものなんですけれども、あの、はい、あの自分をね、自分のね名前ってこういつも何気なく書くと思うんですけれども、今これカリグラフィーの専用のマーカーで書いたものなんですね、ね、前回もね今日も、うん、あのこう持ってきていただいているので、はい、でやっぱりね自分の名前をこう、まあ、丁寧にこうなんだろうな、慈しみながら書くというのかな、それって本当にすごくやっぱり自己肯定感もアップするんですよね、うん、なのでカリグラフィーって本当ただ文字を書くだけではあるんですけれども、うん、すごくその実はこうメンタルの効果というかメンタルへの効果っていうものが高いので、うんうん、その辺も ね皆さんに味わっていただけたらいいなと思ってます、ね、まあ、写経ってよくありますけど、 そうですね、それとやっぱり気持ちを整える、うん、そうですね、私はもう書く瞑想だと思ってるんですよ ね、うん、ね、本当そこをね、うん、おっしゃってますよね、うんうん、はい、そして次のお写真いっぱいバラエティに飛んでますけど、はい、そう、これあのラブマイセルフとかクリエイティブヨーライフとかビリーブインヨーセルフっていうことで、うん、あの私がねあのライティングワークの中でもお伝えしているようなメッセージをちょっとカリグラフィーでカードにしているんですけれども、はい、あのライティングワークの講座でもね、その中にこういったカードを書くっていうものも組み込んでいるので、はい、なのであの自分の気持ちをねそうやってこう日本語でこう書き出して、あのなんだろうな、自分の本音に気がついていくっていうのと一緒にこういうカードを作っていくことで、うん、まあ、アートセラピーでもありますしね、はいはい、このね、うん、あの3枚ともちょっと違うデザインの絵っていうんですかね、あのハートだったり、あ、はい、あのお花だったり、お花だったりっていうのも、これもご自身で描かれてるんですか？そうですね、はい、あのカリグラフィーのペンを使ったりあの筆を使ったりしながら描いています、うん、ね、素敵ですよ、全然イメージが違う
なんか私こういうの買うものだっていうイメージしかなくてクリスマスカードどれ買おうかなみたいな、うん、そういう感じですけど、自分で書けるっていうのがすごいと思いますね。でそして、ね、さらに、うん、あのなんか変なの思い出したように、ちょっと思い出して、ありがとうございます。もうちょっとあの技術力あります。もっと手前に置こう。そうだからもうこの素敵な、なんかなんていうの、カードを自分で書いて手作りで送っていただくっていうなると、うんうん、まあ買ったカードのなんていうのかな、比較にならない部分があるから、うんうん、すごい。そして自分も気持ちを整えながら相手のことを考えてとか ね、 そうですね、うん、思いを込めて書くっていう、うんまあ、文章とはまたちょっと違った、そうですね、うんうん、あの作品ですよね、うん、はい、ありますね。それではここで、はい、マリさん、うん、あの、あ、動画が、はい、そうですね、私があの前に作った、まあ、四季折々のねカードをちょっと動画にまとめたものがあるので、はい、よかったらそれをご覧になってください、はい、お願いします。はい、これちょっと本にまとめたので、その本をこう見ていく感じでね、綺麗、うん、新年です ね、 ね、いろんな書体があるのでね、うん、ではバレンタイン、あ、バレンタイン、お、うん、まあ、だんだん春になってきましたね、うん、でこういうちょっと筆記体みたいなね書体もあります。ちょうど春がやってきて、ね、綺麗ですね、うん、ちょうど母の日で、あ、いいですね、はい、なんか少し素敵なデザイン、うんうん、アジサイも、そうなんですよ、アジサイなんです。いや、でこれは夏の暑中見舞い的に、はい、ね、書いてます。いいですね、なんか季節がこうで秋になりますけども、はいはい、ハロウィンのね、うんうん、ちょうどハロウィンっぽい色で描いてます。でも、まあね、この前ススメリークリスマス、はい、全然違います ね、 ね、そうですね、あの描き方というんですか、うん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 、ですこれはアルファベットが入ったツリーです。ちょっと描いてるので見てみてください。ちょっと早回ししてますから、ね、インクをねつけて、ペンにインクをつけて書いてます。あ、インクでのね、うん、はい、形です。いいですね、素敵、ありがとうございます。なんかこの色合いってどういう風にこうつけるんですか、うんうん、なんか一色じゃなくてこう途中にこう、はい、あ、そうだ、今日すごい大きなあのそうです、ね、うん、前回ちょっとお持ちいただけてなくて、はい、皆さんにお見せできてない作品を、はい、本日ちょっと持ってきました、はい、じゃあ私が、はい、はい、じゃじゃん、結婚式の時なんかに、よく看板としてね、置くもので、これまあコピーなんですけれども、実際作ったものはもうお渡ししちゃっているので、うん、コピーなんですけれども、まあ、こんな風な、ね、感じでクラシックな書体でちょっと作ってみたり、あとはこちらも、はい、これはねすごい立派ですよ、うん、ね、そんな感じで周りにお花を描いたり。これはウェディングですか？そうですね、うん、両方ともウェディング の、 あの結婚式の、なんだろう、会場の入り口とかに、ウェルカムボードですね。あ、そうですね、はい、ウェルカムボード、はい、そうです、そうです。で、あのもちろんね、私も自分の結婚式の時 の、 あのボードや何かも作ったんですけれども、うん、その後お友達のね結婚式であのプレゼントしたり、あの実際に、あ、ありがとうございます、素敵ですってコメントがスタッフさんからいただきました。なかなかね見る機会ないでしょうね、うん、こういうものって。私も知らなかったのですごいびっくりです。書けるんだみたいな、そうなんです、なんか正直書いてたんだみたいな感じですそうなんです、そう、書いてるって思ってなくて、なんか機械がこう印字し、あ、なるほどね、印字してるのかなって正直クリスマスカードとかは思っちゃってました、そうですね。だから私も結構お友達の結婚式とかでも結構書きましたし、最近はそれこそお友達のお子さん
お嬢さんとか、はいはいはい、あの息子さんとかの結婚式にお母様が、あのプレゼントしたいから書いてとかね、そんな風なこともあります。素敵ですよね。ちょっとなんか私の手の持ち方大丈夫ですよ。向きがなんかこっち、こっちだ、はい、ね、すごい綺麗ですよね。このなんか色ってこう重ねてやってるんですか、こちら。あ、そうですね、あのこれは、ちょっと青緑のようなもので描いた上から金の絵の具をのせてる感じで、そういう感じですね、はい、グラデーションにしてます。すごい素敵です ね、 ね、ありがとうございます。いえいえいえ、では早速ですね、ちょっとダッシュ時間になってるかもしれないけど、はい、あのサクサクとちょっと描いてみましょうか。ちょっとサクサクと描いて、ペンはね、あの、はい、今日はちょっとこういうマーカーペンを使って、はいはい、マーカーペンでじゃあちょっとちょっと描いていただきたいなと思っています、はい、じゃあこれ描きますね私遊んでますよねちょっとタイミングが変かしら。でも本当にあの、まあね、長年の、ね、お仕事されてるから、サクサクって描けちゃうんですよね。でも私が前回ね12月に出ていただいた時は、もう本当にもう、こうやってなぞるごとく の、 あのペン習字的な感じでやってたので。でもね、すごく素敵なカード作っていただきましたもんね。あ、まあ、あのそう言っていただけたら、もうさっ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 ていうね、うん、ペンのこう角とかをこう上手にね、あの使って書かれるんですよね。そうですね、うん、ちょっとこのペンのね、はい、形状が変わってるので、普通のペンとはちょっと、マリさんちょっと失礼しますね、はい、普通のペン先とはちょっと違っていて、よいしょ、こういう風に、うん、う見えるかな、なんかね、斜めっていうんですかね、これ 平らというのかな、平らなんだけどちょっとこう傾斜になってる感じで、 その角をこう使う、上手に使われて、うん、細さとか太さとかをこう文字にされてる感じなんですよね。そうですね、すごいですよね、うん、それでこう書けちゃうっていうのが、こっちの小さい方も使ったりするんですか。そうですね、使えます、使えます、はいはいはい、お花入れちゃおうかな、はい、すごい作品なんですよ。こんな本当2分ぐらい、1分か2分ぐらい1分か2分かぐらいでさささって描けちゃうってすごくないですか。多分私これ描いたらもう描き直し描き直し描き直しって感じ絶対なると思います。もう不吉祥なので、うん、見て、もう見て見て見て、もうちょっとワクワクですよ。このお花がすごいですよ、マリさん、本当にさささですけど、さささでこれですよ、さささで皆さん、はいこれ母の日が近いので、そう、母の日が近いからすごいですよね、マザーズデイで今のこの数分でかかっててしまいましたよそうですね、素晴らしいですよ、ありがとうございます。これ飾っとかなくて私のはもうポイってしていやいやいや、ありがとうございます、ね、すごい、ね、そんなあの講座もやってますので、ね、皆さん、ご興味ある方はぜひぜひ、最近はオンラインでも ね、教えしてるので、あ、ね、オンラインっていう、ね、うんうん、技術がやっぱり今すごい便利、 ありがとうございます。ちょっとねこれだと弱くてパッタリ倒れるので今ね、あ、うん、あ、でもね今スタッフの人がちょっとでもちょっとなんか不安だな、あ、大丈夫そうな感じ大丈夫そうだけど、倒れたら倒れた時でそうで、このってことでカリグラフィーを使って、はい、まあ、ワークもしながら、 ありがとうございます、いつもいつも本当に本当に、あ、お兄様がいつもね熱心に私たちのこの番組を支えていただいて、うん、本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、助かります。お、いい感じ、です感じ、ありがとう、作品をね、ありがとうございます。いつも優しいんですよ、もうこうやってね、私たちのこう、あの、私たちじゃない、ね、私の立ち位置じゃない頼もしいですね、若い方がね、本当にね、本当にすごいんですよ、うん、あのちょっとできてないこの私の部分を皆さんがこうサポートしていただいて、こういう作品がねどんどん皆さんの目に映ってね、ありがたいです ね、 ね、ぜひこうマリさんのこの、まあ、こういうなんていうのかな、でも本当すぐ描けるようになるもんなんですか
なかなかそうはいかないですね。まあ、最初はね、あの短いフレーズからやっていただいてっていう感じになりますけれども、うん、はいはい、でもね、あの本当に、まあ、1日講座とかもあるぐらいなので、もちろんね、お問い合わせ、そうですね、ですね、はい、ぜひぜひ、いろんなプログラムがありますので、はい、お問い合わせください。マリさん、私これでいいんでしたっけ。はい、あ、はい、大丈夫です。こっち、あれ、こっちでいいですね。それで大丈夫です。はい、でですね、はい、はい、今年の6月からスタートですよ。はい、このライティングワーク講座ね。調子乗ってますね、私。もう手元に来たから。皆さん始まりますよ、6月からね。先ほどね、ちょっといろいろ、はい、例をお話しましたけれども、うん、その自分の感情を書き出すっていうことで、まあ、この世に唯一無二の自分ですから、うん、その自分を、自分で自分を好きになるっていうことをテーマにしたライティングワークの講座を、はい、また6月からもスタートします。はい、でその前に、はい、5月に一応どういうことをやりますよっていうのを、はい、まあ、今日ね、放送を見ていただいている方は分かるけれども、うん、そうですね、まあ、ちょっとでもなんか心配だわって思った場合は、はい、うん、ぜひね、はい、こちらにある、はいはい、こちらの、QR コード、はい、これ私 の、 公式 LINE の、QR コードなんですけれども、こちらにご登録いただくと、そこからスケジュールとかそういったことをご相談させていただいて、個別のセッションをして、はい、それで講座の、ね、内容とかをもっとご説明できたらいいなと思ってます。うん、個人コメントが入れられる感じなんですかね。やり取りできるので、はいはい、ぜひね、皆さんね、コメントして、入れてお申し込みいただけたらと思います。はいはい、公式 LINE ご登録いただくと、先ほど の、 カリグラフィーを使った、カードが作れるような塗り絵フォームこれです。はい、サンキューっていうカードの、これちょ途中まで色塗ってあるんですけれども、塗り絵になっているカードのフォームの PDF とか、ね、あとは、はい、イライラ不安を解消するヒントの PDF なんかもプレゼントしてますので、よかったらお気軽にね、ご登録ください。はい、ぜひね、なんか一度じゃなくて二度おいしくて三度もおいしくてっていうこのね、はい、特典付きで、はい、皆さんいろんなね体験することが、うん、できる講座、そうですね、そう思います。はい、私が欲張りなのでいろいろてんこ盛りにしてます。はい、七赤金星っていう九星気学ではそうなんですけどまあそういうこと言うとね、だんだん年齢がバレちゃう感じもありますけどもうそうやって墓穴掘ってるんですけどね、毎回毎回この放送で酒だのなんだのってねでも本当にこういうなんていうかな、今なかなかこう自由に楽しめないね、時期がまだ続いてるし、まあ、羽を伸ばしてる方もねたくさんいらっしゃるかもしれないけど一部、はい、だんだんほら解放されてきてるので、ね、でも、まあ、またこれで引き締めってなっちゃうのもちょっと切ないですし、うん、皆さんちょっと感染対策にはね、ゴールデンウィークでみんなやったって言ってあっち行ったりこっち行ったりっていう方も、まあ、それはそれでね、気をつけながら楽しい、うんうん、時間を過ごしていただいて、まあ、ゴールデンウィークお仕事の方も頑張って仕事されている方もいらっしゃると思いますし、その中でもやっぱりどこかでご褒美を、ね、自分に、そうですね、うん、皆さん観光で来られてっていう中でもね、でも今まで観光に来てなかった方もねいらっしゃるし、やっぱりそうやってこう自分の楽しい時間を過ごしていただいて、そして頑張ってお仕事されている方はどこかで、うん、どこかで息をちょっとね、うん、抜いてそうですね、いただくっていうのも大事かなって思っています。うん、はい、いろいろなツールを持ってるといいですよね、自分を喜ばせるための、うん、そうなんでしょうね、まあ、私自身もまあそういうスタイルで絵本でセラピーしたりとか、いろんなまあスタイル、ウクレレを弾いて歌おうねとか、うん、まあ、どっちかといえばそういう気軽な感じでやってるんですけどね、うん、まあ、今回はマリさんのこのカリグラフィー書いて気持ちをちょっと整えて自分にご褒美を与えるっていう時間ですよね。うん、ぜひ皆さんね、そういう形でご褒美を送るそしてマザーズデーですよ、皆さんお母さんご褒美あげてくださいね。うん、はい、で次回はもう来週なんです
はい、もうまた放送で私がまた登場しますけど、次回はちょっとリュウリュウさん登場しますが、ズームで登場する形になると思いますので、また皆さん楽しみにしていてくださいね。はい、ではリュウリュウとケイミの心のビタミンカフェアロハトークお送りいたしました。今日はゲスト平前さんでした。ありがとうございました。またねー。またねー。